肌のお手入れはもちろん大事だけれど、心のお手入れはどうだろう。どんなに忙しくても自分を癒すための時間は意識的に持ちたいもの。今日はダメでも明日は笑顔でいられるために、心も肌も一日一貫、ワンカムパーダイ、明日の自分の綺麗のために。8回までご案内させていただきます、はい、あ、すごい楽しみにしてました、はい、ありがとうございます。可愛いですね、あのイラストレーション。そうですね、マドモアゼルがこう動いておりますので、なんかカール・ラガーフェルドが描いたイラストって聞いたんですけど、はい、はい、早速ですね、今回もカウンセリングから始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ではこちらご記入ありがとうございます、はいはい、前回と特に大きくご体調はお変わりはないでしょうか。そうですね、これからの季節ですね、はい、やはり乾燥をしてきますので、はい、本日はこちらの、はい、ルタンシュプリームをおすすめいたします。はい、はい、クリスウェブ様もご普段からお使いいただいている、はい、シャネル最高峰のスキンケア、こうサブリマージュを使用しまして、はい、お肌をこう最高な状態に仕上げていくフェイシャルとなっております。楽しみです、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。では本日使うオイルがですね、はい、モイエルドフルールというものになっております。でこちらのモイエルドフルールは、はい、世界中でもここ銀座並木ルサロンボールのみでしか取り扱いのない、とてもこう特別なオイルとなっております。ルサロンボーテって、はい、東京の銀座と、はい、あとパリの、はい、あの一区にある五つ星ホテルのリッツの中にもあるけれども、はい、その中でももうここだけですね、もう世界中のどこのシャネルを探してもここのルサロンボーテにしかないオイルになっております。はい、はい、であのモイエルドフルールというのがフランス語で私だけのフラワーオイルという意味がございます。でこうよりパーソナルなニーズに合わせてオイルをお選びいただけます。でまたですね、オイルの軸となるお花のエッセンスの香りですね、こちらお好みのものを一つ選んでいただいて、それからお好みのオイルのテクスチャーも、はい、お選びいただけます。では早速、モイエルの香りからお試しいただきます、はい、ではまず最初にカメリアでございますね、はい、こちらの方失礼いたします。優しい香りですね、はい、カメリアもとても穏やかでほのかな香りとなっております、はい、では次梅でございますね、はい、でこちらでございます。すごい優しいんですけど、はい、こうきっとそうですね、体が起きる感じがします、はい、あのとてもこうリフレッシュさせてくれるような清らかな香りとなっております、うん、それからこちらがジャスミンでございます。あ、でも癒しの香りです、はい、ジャスミンもとても女性らしい官能的な香りでございますね、はい、ではこちら最後バニラでございますね、はい、ね、甘えたくなる自分がいますねとてもこう温かみのある優しい香りになっているので、はい、とてもこうちょっと包み込まれるような香りとなっております、はいはい、どうしよう。いやでもバニラですかね。バニラで、はい、かしこまりました。で本日香りはバニラを使わせていただきます。ちなみに前回は私何、はい、前回もバニラを選ばれてました、はい、甘えたいんですね、はい今日はこちら同じサブリマージュのバニラになりますので、はいはい、こちらを使ってもらいます。そっか、サブリマージュで常日頃からこのバニラに親しんでるんですね。そうですね、おそらく香りもこうスッと入ってこられるのかもしれないです、うん、では次ですね、はい、オイルのテクスチャーになります、はい、こちらは3種類ございまして、はい、一番軽やかなシルキー、はい、それから中間のサテニーですね、はい、で最後濃厚なベルベットとご用意しております。ここで試してみてください。はい、もちろんでございます。よろしければお付けしましょうか。はい、失礼いたします。では手の甲失礼いたします、はい、で軽くなじませていただきます。とてもこうさらっとした、はいはい、テクスチャーとなっております。でこちらが中間のサテニーでございますね。こちらは、はい、滑らかなテクスチャーで、はい、最後ベルベットでございます。はい、いかがでしょうか。この季節は乾燥がでもやっぱり気になるので、はいはい、ベルベットベルベットで、はい、はい、かしこまりました。
それでは本日は香りがバニラとテクスチャーベルベットの、はい、こちらで、お顔とデコルテマッサージをさせていただきます。はい、行ってきます。シャネル最高峰のスキンケアラインサブリマージュを使用したフェイシャルトリートメント、心身ともに癒された至福の時間でした。ただいまです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。トリートメントはいかがでしたでしょうか。もうあのお顔だけじゃなくて体全体、本当指先までリラックスしている状態で、はい、あと体の中からこうポカポカしてます。ありがとうございます。今日はですね、はい、行ったのがファシアセラピーとの行っております。でルサロンボーテでは筋肉ですとか器官、あとはまた関節ですね、あらゆる組織をつなぐ筋膜、はい、ファシアにアプローチをするというトリートメントが特徴でございます。あの独特な、はい、あの宮内さんのタッチがそれですよね。そうですね、はい、であのそのタッチは、はい、あの五感にも訴えかけてくれるトリートメントになっておりますので、ゆっくりとお休みいただけるかと思います。いいですね、はい、今日はですねあのこの動画をご覧くださっている皆さんに、ファシアに働きかけるテクニックをちょっと特別に宮内さんからいくつか教えてもらいます。はい、はい、では、今日ですね使わせていただいたアイテムがこちらになっております。こちらがですねサブリマージュレクステルドニエという、はいはい、実は新登場の新発売のものとなっております。はい、でこちらの美容液なんですけども、お休み中ですね、こう睡眠中のお肌をサポートして肌感覚を呼び覚ましてくれるという夜用の美容液となっております。肌感覚、はい、今私の肌感覚 100% 起きてます。はい、戻っております。はい、であのぜひお化粧水、はい、あとアイクリームの後ですね、大好きです。使っていただきます。サブリマージュのアイクリーム、 ありがとうございます。そちらも使っていただいているということで、はいはい、ぜひそのアイクリームの後にこちらをつけていただいて、はい、あのご自宅でのファシアをされてみてください。はい、はい、ではいくつか今日テクニックを、はい、教えてもらっていいですか。お伝えいたします。はい、でまず一つが、はい、今日トリートメントの最後にさせていただいたこう頬にアプローチをするファシアになります。はい、でまずですね、はい、頬全体を両手で包み込んでいただきます。でそのままですね上下にゆっくりとずらしながらストレッチするように伸ばしていきます。ゆっくり、はい、でその際ですね、はい、じんわりと動く感じと少し静止をしていただきます。はい、はい、これをゆっくり静止を入れながら、はいはい、行っていきます。はい、3回ですね。で3回目の静止は、はい、ぜひ少し長めに静止をしていただきます。こうじんわりとこう温まってくる感じを自分でも分かりました。はい、とてもこう顔全体が、はいはい、ポコポコとしてくるかと思います。でもう一つ、はいはい、ぜひでこちら今度お目元のファッションになります。はい、でお目元はですねこの目頭からこめかみにかけて動かしていくんですけども、はい、大体何本分ぐらい指使うんですか。はい、大体指3本分ぐらいですね、はい、を、目頭側に置いていただきます。はい、でそのまま、目元のこう骨格に合わせて沿わせながら、こめかみまでこちらもこうゆっくりストレッチをするように伸ばしてまいります。これも同じように3回行っていただきます。でぜひ3回目最後のこめかみの静止は少し長めにしていただくのがおすすめです。呼吸も整いますし、はい、すごいリラックス効果が高いですね。そうですね、あと目がすごく開く感じがします。はいはい、目元もすっきりしていただけると思いますのでぜひお試しください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。であのちなみに、はい、あのルサロンボーテでは全てのトリートメントのギフトバーチャーもご用意しております。素敵、はい、なのでぜひあの大切な方へのギフトとしてもおすすめでございます。はい、そうですね、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ルサロンボーテでゆったりと手術を受けた後はこちら完全プライベートなメイクアップルームでのお楽しみが待っています。見てこれメイクアップ。
セルフメイクでいろいろ楽しむもよし、セラピストのプロのメイクを施してもらうもよし、さらには限られた店舗でしか取り扱っていないレ・ゼクスクルジフズシャネルもここで体験できるんです。今日のスキンケアが明日の肌を作る、今日のスキンケアが明日の自分をきれいにするということを心に留めて、2020年も残りわずかですが、心身ともに健やかに美しく、そして2021年はより美しく。皆さん本当にありがとうございました。それでは良いお年を。